ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。リクエスト来てたので、Amazon の面白レビューを見ていくぞ。結構たくさんのリクエスト来てましたねこれ。最近、我らが尼崎に巨大倉庫ができたことで話題の Amazon だが、一部ぶっ飛んだレビューもあるのである。ほうほう。有名なのが、これだな。会社までの通勤に使ってます。このアンパンマンカート？乗り心地は最高です。ガソリンを入れようと思いガソスターへ行ったのですが、給油口が見つからず、店員に聞いたところ、ガソリンは使わないタイプの乗り物だとのこと。雨の日は、顔が濡れて力が出ない。とふざけたことを抜かしますが、それ以外は特に文句なしの素晴らしい乗り物だと思いました。アンパンマン号ガチ勢のレビューかよ。ちゃんと使用後のレビューってだけあって、多くの人の参考になってるぞ。まあ大人がこれ乗って会社やガソスター行ったり、雨の日に会話してる光景はシュールの極みだけどな。そんなところで前置きは終わり。それでは本編行こう。まず最初は、ノイキャン付きヘッドホンのレビューから行くぞ。外の雑音を遮断してくれるすごいやつですな。先日、電車内でおならをしてしまいましたが、ノイズキャンセリングのおかげで自分自身では音を確認することができませんでした。素晴らしい商品です。周りの人には丸聞こえじゃねえか。音はごまかせても匂いはごまかせないのが欠点だな。ヘッドホンはおならごまかしマシーンじゃないからね。続きまして、チャリンコ。乗り心地はいい。でも玉の横が痛い、サドルが細いから。でもそれは俺のせいやな。マジで何の話してんの？でも長所と短所両方言及してるし、なかなかレビューとしては真っ当だからね。そう言われると確かにそうかもしれない。ちゃんと長所と短所をしっかり述べているレビューだと。こちらのウイスキー。23年間今まで彼女ができたことがありませんでしたが、これを飲んでも特に状況は変わりませんでした。ありがとうございました。長所と短所どころか存在意義すらこのレビューにはねえよ。ちなみに彼女を喜ばせられなかったけど、ペットの犬はお喜びらしい。犬はアルコールを分解できないので酒を飲ませたらダメだからな。じゃ飲み物つながりで。食べ物のレビュー行ってみよう。食べ物？とにかく美味しい。うずらの卵を買って温めていたのですが、すべて失敗に終わったので、その卵を全部ご飯にかけて卵かけご飯として嫁に食べさせましたところ、病院送りになりました。一人になった私は、自炊は得意ではなく、かといってお金があるわけでもなく、そこで儚くも目についたのがこちらの商品です。生で食べる勇気はなかったので、ご飯じゃあ見て炊くことにしました。とても香り高くて美味しかったです。それから私はこちらのフードの虜になってしまいました。2週間が経ち、嫁も退院したので、おかゆがてらこちらの商品を食べさせたところ、また病院送りになりました。嫁フルボッコじゃねえか。まあだってこれうずら用の餌だからね。それを食って喜ぶ夫と病院に行くつまであった。だが次はちゃんと人間の食べ物を紹介するぞ。クソデカペヤング納豆キムチ味を箱買いって勇者かよ。今から大事なこと言います。食べきれなかったです。納豆とキムチは好きですが、そもそもペヤングが好きじゃなくて喉を通りませんでした。そういえば、ペヤングの意味知っていますか？ヤングな二人がペアで分け合いながら味わってほしいという意味を込め、ペアプラスヤングでペヤングと名付けられたらしいです。ヤングでもペアでもなかった僕では、無理でした。分身できるようになってから出直します。24歳、60キロ、174センチより。ペアではないけどヤングじゃねえかてめえ。その一応上のことに先に突っ込めよ。ちなみにペヤングの由来は本当にペアプラスヤングだぞ。冒頭3行で終わっていればまともなレビューだったのにな。そしてこちらの材料を入れるだけで自動で調理してくれるマシーンのレビューは、これ持ってないけど気になる人って多いんじゃないかな。黙れ。え？ホットクックが調理中に喋る。一度の調理中に何度も喋る。調理を代わりにやってもらって、こちらの作業を進めようと思っているのに喋って邪魔をする。頭の中の声と、どうやって区別すればいい？殺すか殺されるか。どちらかだ。調理器具のレビューに恐ろしいこと書き込むなよ。現実ってのはこういうもんなんだよ。そこまで苦しむならホットクック使わなきゃいいんじゃね。ちなみに音を消すことはできるけど、その極端さに意を呈しているな。でも最後にちゃんと味について触れてるのなんか可愛いな。じゃ続きまして、アリノスコロリのレビュー。これを置くと、一日もしないうちにアリノスが壊滅する。お？アリノスコロリってあるじゃん。アリの行列にポンと置くと、一瞬びっくりして、列が乱れる。邪魔だな、と言わんばかりに迂回する列ができる。そのうち、好奇心旺盛な一匹がアリのスコロリに入る。
そいつを真似して何匹も入る、毒とも知らずに、つぶつぶを運び出す。一匹が、一粒ずつ。いつの間にか行列は、アリのスコロリが折り返し地点になる。黄色い粒と黒いアリが作り出す模様は綺麗で、見てて楽しい。一匹が一粒ずつ、丁寧にせっせと毒の粒を運ぶ。せっせと、せっせと、せっせと、せっせと。アリさんって働き者だなと思う。俺も、頑張らなきゃなと思う。次の日。あれほどたくさんいて、俺を困らせたアリが一匹もいない。本当にいない。探してもいない。泣きたくなった。いや、なんなんだよこのしんみりしたレビューは。というわけで以上、アマゾン面白レビューでした。なんか視点を変えた桃太郎の話を思い出しました。まだまだ大量にあるので、そのうち第2弾やります。ちなみにこのアイカツのブルーレイボックスのレビューは特に語ることもないから始まる9694字のレビューだな。語ることありすぎー。じゃあこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。